はい、どうもタネです。ということで、今生配信はしてるんですよ。生配信はしてるんだけど、このあと、乃木坂さんがね、選抜発表というところなんで、ちょっと生放送をしながら動画を収録するというちょっと珍しいパターンを撮ってみようと思います。だから生配信見てる人からしたら同じ動画が上がるってことだと思っていてもらえたら非常に助かりますけれども、改めて情報を精査していきましょう。乃木坂46 35枚目のシングルが3月27日に発売決定ということで、今日はそれの、選抜メンバーの発表があるということですね。まあ基本的に僕はね、桜しか追わないタイプなので、まあ、乃木坂さんの情報っていうのはまあこういうねレベルでは聞くことは聞くんですけど、まあ今回ちょっとね、その山下美月さんの卒業の発表があったっていうのもあって、まあある種坂道としても大きなこう区切りになるかもしれないっていうところがあったので、まあどういう選抜になるのかっていうところをちょっとまあ、リアクション撮ってみようかなと思って今撮っております。で、多分これを生放送で今皆さん見てらっしゃる方が、おそらく100名ぐらいいらっしゃるんだろうね。まあ僕今コメント見てないから書いてないんですけど、このコメントにリアクションしてたら面白いけどね、はい、まあそういう状況ですんで、まあ二度手間にはなるんですが、まあとりあえずそういうことでちょっとやってみようと思います。ほんでもって、一応僕はね、要するに乃木中配信してない、とこに住んでる人間ですから、乃木坂配信中の YouTube に動画が上がるのを待たないといけないと言ったところで、まだそれを待ってる状況っていうことなんですけど、まあ普通に考えたらやっぱり山下さんセンター3期生できるだけ多く入れてっていう選抜になるのかなっていうのが、まあ花道を作るという意味ではね、思うんですけれども、まあでも山下さん自体こう僕がこう見てて思うのは、その今もうドラマにマイクール呼ばれてたので、もう朝ドラも呼ばれたり、TBS の日曜劇場も出たり、もうすごい大活躍されてる中で、こうもう女優さんとして今後こうやっていくだけのもうポテンシャルが十二分に揃ってるのかなっていうところもありますから、ま あグループの活動でね、断らないといけない仕事が出てくるケースも出てくるのかななんて思ってたタイミングだったので、まあ妥当というか、まあよく頑張りましたねここまでっていう気持ちの方が僕の中では大きいですかね。ただこうニュースとか見てると衝撃とかね、電撃発表とか書いてあって、うんって思っちゃいましたけど、まあさアイドルって、まあ日本のね女性グループアイドルっていつかは卒業するっていうことをね考えていかないといけないわけで、僕はそれはもうしっかりと捉えてあげないといけないのかなと思っていつも見てるので、まあそういう意味ではまあ楽しみ、卒業してからがまた楽しみになるかななんていうところではありますね。もちろんグループがね抜けることによって、まあパワーダウンっていうのは必ずゼロではないとは思うんですけど、でもそこをじゃあ後輩たちがどう補っていくかみたいなところも魅力になるので、だから今回のこの35枚目シングルがその山下さんを見送る曲になるのか、はたまた山下さんが抜けてから魅力を増す楽曲になるのか、ここが大きなポイントになる。それによって今のグループの現在地が見えるような気もしますね。でも前回のシングルが12月の6日でしたか、前回シングルね。まあそれから4ヶ月経ってというところなので、まあ早いっちゃ早いですよね。あ、来ましたね。はい、じゃあちょっと待ってくださいよ、ヘッドホンつけて聞きながら行きましょう。今まだ CM 流れてる、 YouTube の CM 流してるんでね。どの辺からかな。乃木中をずっと見るわけいかないんでね、後半の方にスキップはしますけど、この後だな。はい、来ました。さあ近藤さんが来ましたよ。さあどうなるんでしょう。20人、5人フロント、はあはあ、
はいはい、3期。ほう、12番。吉田。なるほど、やっぱり。そういうことになるよね。なるほど、なるほど。やっぱ3期ね。初選抜なの、吉田さん。だって吉田って、あれだもんね、ユッカーと同い年だもんね。うわぁ、すごいな、アンダー。ずっとアンダーだった。マーヤみたいだね。で、向井。え？ちょっと待って、3期ばっかじゃん。え、嘘でしょ？あー、ここで5期か。池田、一ノ瀬で伊予、あ、背の高いの真ん中に入れた。なるほど。弓木、はいはい、田村、はい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 、井上凪、やっぱ2列目に井上ね。やっぱ3期前だねこれね。柿遠藤、普通に考えたらそうだね。うーわ、あ、蓮かね。与田蓮か、あ、久保、梅沢。あ、で、山下か。なるほど。なるほど、こうなりますか。なるほど。まだ24か。26枚目以来の単独センター。はあ、9枚。そうだね、桃子がいたらな。伸び中でやり泣かしたことね。相変わらずド派手なこと好きね。バンジーもいいけどね、やった方がいいよバンジーは。まあ予想通りという予想通りですか。なるほど。ということで、一応選抜メンバーちょっと一覧を画面に出しますけれども、まあこうやって見た時に、4期が結局4人、で5期が5人。明らかにこうはっきりしちゃってるなっていうのは見て取れるのかなという印象はありますよね。正直この子がなんで入ってないんだろうというよりは、あ、まあ順位で言ったらこんな感じかみたいなところがあるのが、まあこれからまあ3期がまあこれだけ今6の5で11人いて、でまあ少しずつやっぱり卒業していくメンバーも当然出てくるでしょうから、そうした時にこう、今のまあ4期5期がまあこういう形で参加するのを継承としてどうなのかっていうのは個人的には気になるところですね。なんか、まあ、これ桜と比較するところじゃないと思うのであまり言うことじゃないのかもしれないけど、桜ってこう、その例えばユイポンが卒業するからセンター局に一期生前の方に固めるとかっていうわけでもないじゃないですか。なんかその辺の差がを感じるというか、なんかね、やっぱりこうグループの色がこういうところにも出てんのかななんて思ったりしますし、まあでも20人ってこれまでと比べるとちょっと少ないのかな。だからもしかしたらもうちょっと見栄えが変わるかもね。曲のタイトルがまだ出てないので何とも
ですけど、うん、まあというも吉田さんはでも初選抜ということなんで、どういう形になるのかちょっと僕も個人的には楽しみですね。でも新芽がよく取れてるね、このフォーメーション、よくよく見ていくと、うん、まあバランス的にも面白くなりそうですね。これまでって例えばだけど梅ちゃんと与田ちゃんがこう新芽になっててデコボコってなったりすることがあったけど、今回結構そこを抑えてるなっていう感じがするので、そこもまた楽しみかなっていうところで、皆さんはどういう感想を持ったでしょうか。ぜひコメント欄で教えてくださいということで、生放送しながら締めを言うのも変な感じですが、今日はこの辺でバイバイ。